リーグ30周年記念マッチ第13節、柏レイソルと横浜 FC の一戦です。柏が16位、横浜 FC が18位。さあでは改めて柏のフォーメーションです。ではアウェーの横浜 FC です。中を見てグランダー後ろから立ってます。アテクサビオ広げて三つ丸クロスゴール前、マテウスサビオヘッドキーパー正面、クローザー戦一ついい形でチャンスを作りました。かわす小山津、縦運んでスルーパス細谷、中を見る細谷、転がして降りているマテウスサビオブロック、シュート、これもブロック、最後は細谷。このサイドのまず1枚剥がしから、まあ、細谷選手のこれやはり背後への飛び出すタイミングって非常にいいですよね。まあ、そこから少しこう前を見ながらのシュートまでっていうシーンでしたね。さあ、こうした上松、小山津、横パス、マテウスサビオ、マテウスサビオブロック、豊島からマテウスサビオだ、さらにシュート、ゴールに迫った柏、最後は豊島のシュートでした。惜しいシーンでした。柏さあ奪ったボールはつながらず、マテウスサビオ横パス、ケマツ、細谷のシュート、ナイスキーパー。後ろに行くマテスタリオ、奪ったノファール、さあカウンターです。マテスタリオ運んでマテスタリオ、サイドネットでした。奪ってからの速い攻撃、さあ山下、平氏が来る、平氏を使う、平氏のクロス、あ、手に当たったか、判定 PK です。片山の手にボールが当たっていました。横浜 FC PK 獲得。まあ、こう最後投げ出しのこの左手でしたね。過去の PK はご覧のコースに蹴って成功しています。5回のうち左隅が3回。小川幸輝決めていきました。横浜 FC 先制、今シーズン6ゴール目。まあ、非常に自分の間っていうのを作りながら、まあ、キーパー見ながらしっかり逆をつきましたね。まあ、非常に落ち着いてた PK だと思います。中央へ飛び込んでくる小山津、三つ丸、マテウスサビオ、マテウスサビオ、ポストです。マテウスサビオの惜しいキックでした。今はあれもゴール方向狙ったんですかね。いや、もうこれもシュートだと思いますね。まあ、もう少しってとこでしたね。マテウスサビオ、今だ、松田広げて山田、浮き球、ゴール前、武藤ヘッド、フィニッシュまでは行きました。小山津広げて立田、浮かせる、ゴール前へ接触がある、折り返す小山津、さあ奪った、ここも蹴っていく横浜 FC。ここでタイムアップ、試合終了。
0対1勝ったのは横浜 FC、 2試合ぶり勝利、そして今シーズンアウェー初勝利。